お疲れーす。お疲れ。なんか福島若手ナンバーワンラッパーが決まったらしいっすよ。誰それ？ LB とライダーってやつらしいっす。それ何で決めたの？選挙かなんかっすかね。俺らに選挙権とかねえの？多分ないんで、俺らも演説っぽいことだけやっときますか。いいね、ちゃちゃっとやっちゃおうよ。やりますか。イエーイ。福島若手ナンバーワン、仮面もつけても誰もつけないライダーくん、ありがとうね CD。 実際聞いたけど、天使取り払も有効活用、レップ白川アブクマでフリスビー、世にも珍しい熱いアイスクリーム全部食えねえ、便所でハゲでもせいぜい8小節ミーハーの間で濡らしたバギナ、今にも溶けそうな目出したがりや、人のフリを見て我がフリ直せ、よく見なその目で世界は広いぜ、あくまでも俺は直感にしてチョイスする言葉のセンスが違う、ダボダボのジーンズ吸って歩くライフ、身の丈のサイズだからお構いなく、ドアの栄光よりもリアルなヴァンシーン、奴らの耳に投与するこのシーン。赤目になれねえ若手ダサいぜ、生きがる坊ちゃんマジで情けねえ、こだわれナンバーワン、生きれねえアンダーグラウンド、ケツ洗ってスキル磨き直してこいよバカがライダー、肌から見ればただのバスター、売れねえ見た目汚ねえ味ねえアイスクリームは大好きなんだろ、流行りのファッションやってろ、 LB とお遊びアクション、流行りに流されちゃったフロー、スキルが足りねえ甘口のディス、笑っちゃうよねそんなもんで、福島若手俺らがナンバーワン、語るんじゃねえ、所詮はガキのザレ言、真似事とガキどもわかるよ、こびくり上手なただのクソガキ、言っちゃえばお前は金魚のフン、ベラボー KY のメタも暫定の話でナンバーワンじゃ勘弁、スローペース、お前じゃコミネ揺らせねえ、相棒がいなけりゃお前は天望、引き金引くだけ白川狙いね、ライダー生き返るね、アミミクサルはビッグマウス、そこどきだファック雪だるま、お前らが福島をレプレゼント、ノリが大学のレクリエーション、白川のやり方でやるだけなんや、下からメイクドラマ、それは終わらないし、これは止まらない、イベントのフライヤーできたんなら自分ら配りに行くんでくださいよ。いや、どうせ配るならみんなで行こうよ。マジっすか、あざっす。